はい、こんにちは。ロカユニバーサルデザイン伊藤です。今日はですね、カニフィルター写真展 in ギャラリードデコの、設営日ということで、ようやく終わりました。今日はですね、この額装からプリント全部していただいたジャパンクリエイトの星野さんが、設営の方も手伝っていただいてですね、ほぼ、この時間帯に終わることができました。1時から始めてですね。そして本当にプリントが綺麗です。皆さんのね、作品が、素晴らしいことも含めてですね、本当にいい写真、展になりました。本当にですね、もうここまで今日にたどり着くまですごく時間と、苦労もあったんですけどね、来年はちょっと厳しいかなと思ったんですけど、やっぱりこの展示をすると、また来年もやりたいな、いい作品こんな風に展示できるんだなと思ってね、自分の作品はねないんですけども、こういうのをね、続けられたらなという気持ちにもなりました。ちょっとですね、写真展の状況を、ご覧いただこうかなと思います。まずですね、こちらですね、入り口になります。こんな形ですね。芳名帳があって、水筒とかですね、こちら水筒、これいいんですよ。こう炭酸がね入ってカシャって締められる感じで、すごい冷たいものは冷たいし、あったかいものはあったかいのがずっとね長く続くというのがね特徴です。ネイビーもね最近出しました。こちらのね、ジャム、通常1100円が1000円で会場では販売しております。羊羹も4本セット、会場価格で、少し安くなってます。で、こちらですね、今回ですね、極厚鉄板 6.5 ミリの、厚さのカニの、鉄板、これでお肉を焼くとものすごい美味しいです。これなんと今回1万2500円を1万円で会場限定で販売してます。あとね、カニコーヒーもあります。ちょっとこの辺りも置いてます。こういうふうにですね、もう在庫もありますので、すぐにですねお持ち帰りもできます。現金でお支払いの時にはこういうカニボックスにこう入れていただくような形になっております。で、こちらですね、今回展示、渋谷の、ギャラリールデコさんですね。会場はどうしても大きくないので、2段で、展示させていただいているところもあります。共産省の一部までは、こちらですね、一列で並べております。こちらは今年の金賞の鈴木大樹さん。やはりね、プリントをこう生でね見ていただきたいです。この画面越しじゃなくてですね、本当に素晴らしいですね。ここら辺も、展示しております。こんな形ですね、ずっと展示してます。で、ここ以来本当にね、この画面越しではわからない、素敵なプリントをですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。今回はですね、4階から6階までは東京モデルスの、展示もあります。4フロアで写真展もやっておりますので、そのあたりも楽しめます。で、写真集ですね、今日届きましたけど、2万円の写真集、素晴らしいです。今受注で、こんな感じですね、7月の上旬にできるというお話です。感じでます。あとですね、こちら、2000円ですね、2000円の写真集も、昨日からね販売しております。こんな感じで、綺麗ですね。あとは今回共産省、結構多いので、このように、PGY テックさんとかですね、こちらレオフォトさんの、
カタログなど、揃えております。あと、まあこちらですね、藤村大輔先生の写真集、あとこちらですね、上田浩二さんと小室美穂さんのこう反対側から2か所こう逆サイドからですね、始まる写真集、これ全部チョコレートノスタルジックでしたっけ、ノスタルジアですね、ノスタルジア、チョコレートノスタルジアで撮ったお写真になります。この写真集も販売しています。でこちらはですね、ここをこのような形で展示しております。素敵です。ちょっと横位置は横位置で、展示させていただいて、でこちらの面に、縦位置の写真ですね、展示させていただいてます、はい、で入り口の方からプロのアイウェイ順、まあ、50音順になってるんですけど、まあ、このような形で展示します、長谷尾さんとこちら福田さん、長島先生、いや綺麗ですね。 UVIR カットを使った作品、あとこちらのね作品は上側がブラックミストで下側が透過してるっていうフィルターと、ホワイトミスト使ってますけどね、上側がこうファーッとなって下側はシャープにある程度撮れるというような形で撮ってます。はい、こんな感じで展示しております。南、吉川皆さんですね、と吉村先生で、こちらですね、今僕がこれ使っている三脚が G4 と L9 の365、それも展示しております。それから、今回ね新しく 6.4 リットルのバッグ、ちょっとグリーンを今日忘れてきちゃって明日から置きますけど、こんな感じです。結構いいですね。これカーニーって中にねこういう風にあ、まだ新しいからこれ、こんな感じになってます。であと、まあ、一脚なんかも置いております。こんな感じね、限定のピンク、あともう少し残ってます。あとですね、今回ですね、下田さんのこのバッグ現地限定で販売します。なんとですね、カニフィルター写真展限定価格49,500円が42,000円、アクション X の30の V2 じゃなくて V1 の旧モデル、スターターキットですね。だユニットもついてるんですね。だ今 V2 だとユニットついて71,180円ですので、まあ円安前のこの価格のさらに安くなってますね。これはお買い得ですので、もしご検討されている方は、まあ、限定1台となってますのでご検討いただけたらなと思います。このように、フィルターもしっかり展示してます。もし全部のフィルターはもちろん置いてるわけではないので、こういうフィルター見たいというものがありましたら、ご連絡いただけたらなと思います。あと、予約でこういうの買いたいから持ってきてっていうのも、受けたまわっております。で、フェーズ1で、明日はフェーズ1でですね、19日は下田で、その次がレウホーフォトデーで、21日が、サンテックデーということで、もう下田さん今日ですね、午前日中いらっしゃって一部持ってきていただきました。はい、明日ですね、またちょっと追加でカメラも持ってきて、
展示していただくということなので、ちょっと下田気になる方はぜひお越しいただけたらなと思います。で、最後こちら入り口の方ですね、大島孝義先生と、こちら岡本先生、下は CPL がね、バッチリ効いて、水中の中も見えますし、この鱗がね、すごいかっこよく写ってます。はい、浅野さんの北海道の写真と、エマさんのお写真になります。はい、こんな感じでですね、明日11時から夜の21時まで、展示しております、開催しております。お近くにね、お越しになられる方はぜひ、立ち寄っていただけたらなと思います。はい、ということでですね、カニフィルター写真展、ちょっと、はい、ということでですね、カニフィルター写真展 in 東京ということで、6月の18日から23日まで、11時から21時、最終日が17時までで開催しますので、そしてですね、4階から6階までは、小林元幸さんが、主催でやっております、東京モデルスの写真展もあるので、ぜひ、4フロア展示しておりますので、そちらの方お越しいただいて見ていただけたらなと思います。ではまた失礼します。